ここは岡山県小島駅です。今日の目的地は愛媛県です。観光列車伊予灘物語でごちそうを食べる予定です。楽しみです。それでこれから伊予大津駅へ向かいます。できるだけ早い時間に到着したかったので今日は早起きしました。朝早すぎてホームにはまだ寝てる列車もいますね。列車って明かりがついていないとなんだか雰囲気違いますね。ここから伊予大津まで一番早いルートは瀬戸大橋を渡って坂出駅へ行き、そこから特急石槌に乗って松山へ、松山で特急和解に乗り換えて伊予大津駅へ行くというルートになります。石槌に乗りました。この時私はすごく怯えています。というのも石槌の8号車の指定席を取っていたんですが、この列車には8号車がないんです。車掌さんに聞いたら、車両の編成が変わったんですよ、2号車に乗ってくださればいいですよと言われて安心しました。こういうこともあるのですね。昨日の事故の影響かな。特急石槌は高松から愛媛松山を結ぶ列車です。岡山と松山を結ぶ特急潮風と連結して潮風と一緒に松山へ向かうこともあります。だけどこの列車は石槌ですが、この号車の振り方はこれ潮風ですね。グリーン車もついてました。中には入れませんでしたけど、線路は多度津駅を越えて西へ、津島神社が見えてきました。年に一度お祭りの時だけ橋を渡って行ける場所です。その時はこの辺に津島宮駅という臨時の駅ができて降りることができます。どんどん西へ。松山駅に着きました。松山駅は今リニューアル工事中です。2024年に完成予定だそうです。今とは全然変わるようなので、今の駅を見るなら今のうちですね。松山駅からは特急和解に乗るのですが、乗る列車はあれかな？あ、回送なのか。いろんなのがあるんですね。
マカイ。よし、これが乗る列車ですね。線路はここで分かれています。松山から硫黄大津へ行くルートは山の中を通るのと海沿いを通るルートの2つがあって、この列車は早く走れる山の中を走るルートを通ります。硫黄灘物語はさっきの分岐していった方、景色が綺麗な海沿いのルートを走ります。2つのルートは硫黄大津駅の手前付近で合流します。まもなく硫黄大津に着きます。所有地は左側です。硫黄大津駅に着きました。硫黄灘物語は4つのコースがあるのですが、今回は硫黄大津から松山へ行く二見編に乗ります。硫黄大津駅で降りるのって初めてです。へえ、同じ和解でもいろんなバリエーションがあるんですね。解説は硫黄灘物語の存在感、アモダンな雰囲気です。駅舎も洒落てます。観光案内所も立派。この辺りは硫黄の小京都と呼ばれる場所だそうで、観光で来られる方も多いのでしょうね。レンタサイクルもありました。ここのパン屋さん、食べログで見て美味しそうだったので買ってきます。ここは大津城に近い駅です。そうでしょうね、駅から見えてますから。でも歩いていくにはちょっと遠そうですね。レンタサイクル重宝しそうですね。お、来ました。硫黄灘物語は老朽化のため2021年12月27日で新しい車両へ交代することが決まっています。2014年に誕生したばっかりだし、前に乗ったことありますが、そんなに古さは感じなかったんだけどなと思い調べたら、2両どちらも昭和50年代前半に新潟で製造されて、新潟の列車がなぜか四国に転属になって、四国の線路をしばらく走った後に引退。佐渡津工場で隠居生活を送っていたところを抜擢、
改造されて2014年に伊予七物語になったということでした。伊予七物語以前にこの列車に乗ったことがある人は、2014年伊予七物語が誕生した時、あの時乗ったあの列車がとんでもないことになったぞって驚いたんじゃないかな。製造からもう40年近く経つので、そりゃ老朽化もしますね。2020年の夏にはエアコンが壊れて、急遽エアコンのある車両を連結するという事件があったこともありました。おや？電球が切れたという雰囲気じゃないですね。でも中は全然古さは感じられません。今日のご馳走ですね。入れ物からしても豪華。お殿様が遠足に持って行きそうな箱に入っています。前回は茜の章に乗ったので、今回は黄金の章に乗ります。あ、絵が素敵。こちらには宇宙みたいな色の壺やお花、食器が展示されていました。車内には可愛いインテリアが置かれています。愛媛の工芸、砥部焼の洗面台もあります。座りましょう。席はカウンター席があるので、一人で乗っても孤独は感じません。大丈夫です。グループ席もあるので、家族旅行とかで乗るのもいいですね。席にはラストラン、乗車記念証、思い出募集とコロナの紙、沿線マップがついていました。これはアテンダントさんが書かれたそうですが、めっちゃ可愛いですね。伊予七物語二人編、ただいま出発いたします。進行方向、今回は私が思う伊予七物語の見どころを紹介していくスタイルで行ってみます。一つ目は飲食メニューとお土産です。今回私はお食事を注文しました。これは4日前までの予約が必要です。二見編のお食事のメニューはこちら。どこの料亭ですかっていう。内小杉で作られた特製お重の箱に入っています。中を開けると、じゃじゃーん、美味しそうでしょう。実際美味しかったです。なんていうか、ボンと正月が一緒に来たような気分になりました。料理のメニューが図解で紹介されていて、見やすくていいですね。これお祝い事の時にみんなで乗ってこれを一緒に食べたらいい思い出になりそう。すぐに食べたいけど、綺麗に盛り付けされているので、ずっと見ていたい気分にもなります。なんてね、食べますけど。このコーヒーのカップも飛び焼きでした。かわいいですね。予約をしなくても注文できるメニューがあります。飲み物もアルコール類もありますね。
フード類はおつまみとおやつの類ですね。ケーキ美味しそう。愛媛の名物もメニューにあるので、こんな名物あったのかって発見もあります。お菓子についてはアテンダントさんからの紹介もありました。またここ高浜と大津にはしぐれという200年の歴史を持つお菓子がございます。しぐれは米粉、もち粉、砂糖をせいろで蒸したウイルに似たお菓子です。大津藩江戸屋敷内の秘伝菓子として伝えられました。どのお店もそれぞれの特徴があり、食べ比べも楽しみの一つです。社内で販売している大津藩江戸のしぐれは甘さ控えめでもちもちとした食感が特徴です。地元の方も大好きな伝統菓子、しぐれもぜひご賞味くださいませ。うまいですね。どんなお菓子なのか気になってきます。続いて見どころ2つ目はおもてなしです。沿線ではいろんなおもてなしに出会います。可愛らしい4姉妹とお父様が素敵な笑顔でお見送りをしてくださっております。見てください。こちら五郎駅ではたぬき駅長さんやこなぬきちゃんたち、地域の方が手を振ってくださいました。いろんな方たちがいろんなところで手を振ってくださいます。左手側にご注目ください。皆様新幹線の旗を見ていただけます。新幹線の方によるおもてなしでございます。見送りがございます。素晴らしい列車のためにと書かれた看板を掲げてくださっております。何かの記事で読んだんですが、これらは JR からお願いしているわけではなく、地域の方々が自発的にされているんだそうです。この伊予灘物語が走る路線は愛ある伊予灘線と呼ばれているんですが、確かにここには愛があるなぁと感じます。見どころ3つ目は車窓の風景です。こちらは肱川。肱川には日本で最も古い現役で動く可動橋、長浜大橋がかかっています。ただいま列車は長浜大橋を最もよくご覧いただけるポイントを通過しております。皆様ただいまがシャッターチャンスでございます。北灘駅は大津市と伊予市の市境になっていて境界線があります。ここではアテンダントさんお手製の看板を見ることができます。そして海。今日は残念ながら青い海ではないんですが、これはこれで日本画にありそうな綺麗な風景です。晴れていれば青い海が見られます。車窓を見ながらごちそうを食べられて最高の時間を味わうことができました。鉄橋からは打ち寄せる波がとても綺麗に見えました。
して見どころ4つ目は停車駅、降りられる駅です。二見編で降りられる駅は2つ。一つは下灘駅です。ここは有名ですね。人も多いです。車で一度来てみたいと思っているんですが、駐車場の競争率高そう。二つ目は伊予上灘駅です。福をもたらすフグちょうちんが有名だそうです。ここは動物がいっぱいいて、犬猫福井駅長さんたちが可愛かったです。一緒に記念写真を撮らせてもらうこともできます。無料です。お、ここに駐車して下灘駅に行くのも良さそうですね。飛び焼きの販売もされていました。可愛いな。列車を撮るのにもいいポイントでした。そして5つ目は新しい松山駅。新しい松山駅を作っている様子がよく見えました。こういうところ見るの好きなんですよ。伊予灘物語も新しくなって、松山駅も新しくなって、数年後は今とは違った新しい愛媛の旅ができるようになりそうですね。楽しみです。終点の松山駅に到着でございます。進行方向右手側は松山駅のホームでは、伊予灘物語2人目最後のおもてなしでございます。スタッフや駅員によるオリジナルの横断幕でのお出迎えでございます。本日のご乗車誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。松山駅に到着しました。楽しかった。次に乗るときは新しい伊予灘物語ですね。この後は松山を走る名物列車ウォッチャー列車を撮ろうと思っていたんですが、運休でした。どうしようかな。道後温泉に入るほどの時間はないし、どうしよう。電車に乗りました。あ、ここから松山城が見えますね。東海道で降りました。ここにもみかんジュースの蛇口があることを思い出して飲みに来ました。ジュースは外で飲むことになっています。一応ベンチがあるのですが、満席だったので立って飲むことになっちゃいました。ここは飲むところを確保してから蛇口をひねる方がいいですね。その後はやることが思いつかなかったんで、街を散歩することにしました。このかっこいい建物は愛媛県庁です。1929年竣工だそうです。前に置かれているオレンジの車は愛媛のゆるキャラ、みきゃんのラッピングになってます。おお、こんなところがあるんですね。松山城も見えるし、ピクニックに良さそうですね。美術館や図書館もあって、
カフェもあるし、いいですね。ここでちょっとのんびりしましょう。のんびりしていたら、帰りの列車が発車するまであと10分しかなくなってました。間に合うかな。なんとか間に合いました。だけど帰りに駅で何も買いませんでした。でも大丈夫、イオン大津駅で買ったパンがあります。買っておいてよかった。確か100円くらいだったかな。ポロポロしなくて列車の中でも食べやすく、クリームもちょうどいい甘さ加減で美味しかったです。あら、晴れてきましたね。瀬戸大橋から見る夕日が綺麗でした。駅に着きました。これで今回の旅はこれで終わり。明日は去年行けなかった場所へ行きます。